はい、OK です、ありがとうございます。はい、じゃあまあまあ使いどころはいろいろと。はい、コスケちゃん説明。結構ね、今日スピーカーがいくつあるかですね。センターと右左あって、で後ろにもう右左ありますね。でサブウーファー、サブウーファー今回ないんです。本当はあるね。本当はある。で 5.1 チャンネルです。ここでやっておりました。これは、ね、いい感じでできましたよ。音響の世界をちょっと見ていただいたら一瞬で理解できる